ローマ人への手紙の罪悪論という部分を、今日も開きます。私たちはこの自分自身をこの見つめ直すときに人生が変わっていくと思いますね。ですから、見つめ直すということいろいろですね、いろんな本もいっぱいありますし、いろんないいこと言ってる人だそうかですね。私もそうですね。またテレビでもですね、なんかそういうことをこうで学んだりとかですね、教えられたってことはあると思いますが、でその時に私たちはですね、罪ということをこう認識するということになります。でその罪を認識するっていうのが、ちょっと誤解されている。どういう誤解かというと、なんかこう神経質に自分の内面をですね、こう掘り下げてみるということですよね。とにかく心理的にも宗教的にも、なんかこう自分の内面をこう、見つめてみるっていうですね、もちろんあながち悪いわけではありませんが、それがある意味では行き過ぎ、病的になるという、そういう危険もあるわけですね。もう一つは逆です。罪なんて言ったってしょうがないし、そもそも考えたくないと。罪なんかない。あとはもう、私もそう思いました。みんなやってるんじゃない。なんで自分だけっていう、こんな感じですよね。開き直りでございます。両方やはり間違っているわけでございますね。あとは罪というのは、なんかこう宗教的にこう悟っていくことだと、気づいていくことだとっていう、だから修行したりですね、どっかにこもってとかいう、心を深く見つめるという、とにかく自分で気づくっていうことだと思いますよね。あとは人から教えられるとかですね、いろいろあると思います。全否定することはないと思いますよね。またいろいろそういう中で教えられることあるわけですが、でも聖書はこの罪ということもこの神の啓示によって教えられるということですね。神様から教えられる。じゃあどうして教えられる、何によってってことは聖書によってなんですね。聖書によって罪を神様からこう教えていただくということが大事なことでございます。その時に神様が教えていただくからのでですね、ある意味では謙虚に聞ける。私もそうですね。自分で考えたり人から言われたって全然なんじゃっていうことになるわけでございます。それで私たちは聖書によって罪を知る目的は、もちろん罪の恐ろしさを知る。でこの罪の恐ろしさを知るというのは、それはクリスチャンになった後の方が大事なんですね。私たちは、皆さんもそうかもしれませんが、クリスチャンになった後の方が罪がよくわかる。もちろんイエス様を信じるときに罪が分かったんですけども、でもその後ですね、やはりよくわかるし、またもう私たちの周りは罪というものにですね、囲まれている面がありますよね。ですから罪という本質が分からないと、やっぱりそこにはまってしまったり、はまるところは自分でのこのこ行っちゃったりっていうですね、そういう危険もあるわけですから、そういう意味で罪の恐ろしさを知るということが大事であります。それとともに罪から救う神を信じる。そして今申し上げたように、罪から離れた清い生き方をしていくためなんでございますね。ということは、罪を知るということは、同時にそこから救い出してくださる神の愛の素晴らしさを知るということになるんですね。ですから、罪の恐ろしさを知らない人は本当に神様の愛を知ってるんだろうかっていうことにもつながってくるわけです。私もそうでした。おそらく皆さんもそうでしょう。なぜならば聖書はそう言ってるからでございます。で、このローマ人の手紙の
罪悪論というのがもう少し、3章半ばまで続くんでございますが、必ずですね、その罪の指摘の中にこの光の部分があるんです。ですから私たちその光の部分にこう行くために、その罪ということをきちっとこう理解するということが大事なんですね。で、このそれが今日の2章4節の中心聖句です。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですかっていうことですね。今日はここが光り輝く部分で、光り輝くっていうことは、あるいは周りの暗黒、周りの罪っていうことが見えてるから、その光が鮮やかに見えるということになるわけでございますね。で、これは神様の愛のことを言ってまして、そして神様の愛が、光がプリズムに当たると、わっとこう7色きれいにですね、こう見えると同じように、それが神の愛がこう、ある意味はこう分解いたしまして、ここでは3つですよね。慈しみ、そして忍耐、寛容の、そういう神の愛がここで見えてくるということですね。で、これが今日の中心聖句になっているわけでございます。で、今日は3つなんですね。神の裁き、そして神の慈しみと忍耐と寛容、そして、3番目は、悔い改めに導く神というのは今日の説教の、腰になるわけでございます。1番目、 神の裁きということがですね、2章1節に、ですからすべて他人を裁く者よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからですって言って、この2章の1節から16節まではこの神の裁きということがこうきちっと書かれてあるんですね。で、神の裁きっていうのも、なんか私たちはですね、自分のイメージでなんか頑固やじちょっとでもなんかしたらカッと怒るようなとかね、そういうことでこう裁きとか神の怒りっていうことをこう、思ったり、それは私たちの人生経験から来てるかもしれませんね。ですから私たちは聖書によってこの神の裁きということをきちっと見ていきたいと思うんですけども、でその前の節に、彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけではなく、それを行うために行う者たちに同意もしているのです。これは前回のですね、最後の言葉でした。で、ここにもすでに裁きってことが出てくるんですね。神の定め、死に値するという神の定め、神の裁きを知ってると。知ってるのに行ってる。で、自分で行うだけじゃなくて、他の人が行うことを、同意、黙認、ある意味ではもっと積極的にやれやれなんてね、同じだなんてやってるという感じでございますよね。で、それを受けて、この2章の1節に、ですからって言ってるわけです。ですからって言って、その人は、すべて他人を裁くものよって言って、他の人を裁いている。いわゆる人間同士の裁きのことを言っているわけですよね。自分も裁かれなきゃいけない罪を犯している。そして人も、黙認している。なのに、自分自身がこの神の、になり変わってこの裁きをしている。実は、裁きっていうのは神の専任事項なんですね。神の権威があって、そして正しい神の裁きがあって、人間の裁きがあるというのが、聖書が言ってることなんでございます。で、その時にどうもですね、この例文の方がいいですね、開ける方、マタイの7章の
1節から4節まで何かの話をするよりもこの例話の方が分かりやすいと思います。新約聖書の11ページにイエス様の言葉ですけども、裁いてはいけません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針はなぜ気づかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除いてください、取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。でこのイエス様の例話ですよね。針ってこのですね、建物のこの針ですよね。こんな大きな天井支えですね。まあ、目に針なんて入るのか、まあ、イエス様の例はですね、他人の塵で、ね、まあ、非常にこう強調した表現ですけども、自分がこう、まあ、見ないで、自分をきちっと裁くってことをしないで、人のっていう話ですね。これがまあ人間同士のことでございまして、ローマ人の手紙のこの箇所でも言っているということでございます。まあ、本当にそうですね。私たちはやはりこう、自分をパスして、まあ、あの人がこの人が、まあもちろんね、他の方を評価するとか、他の方に何か申し上げるってことをね、しなくていいと言ってるわけじゃないですよね。で、この場合、このルマ書で言ってることは、そもそもまあ今私が申し上げた、一番上にある、その裁きの、その権威を持っている神様をこう、否定して、で、自分がそのところにね、座って、そして、まあ、神様のように上から目線で、まあ、そうやって裁いているということを言っているわけでございます。じゃあ、神様の裁きの基準は何かっていうと、この2章の、中に出てくるんですね。まず一つは、2章の、6節です。神は一人一人その人の行いに応じて裁かれます。一人一人となっています。実はですね、他宗教には、まあ、皆さんもお気づきのように、先祖の罪を負うとかですね、それがもう結構バーンと、日本人は相当こびりついてます。クリスチャンになっても、その、ご先祖の罪どうのこうのとか、まあ言われて、それプラスなんか宗教現象ですね、霊的なことがなんかあったんですね。ね、なんかたたりがあるとかね。もう一頃なんですよ。もうそこでですね、まあ変な宗教にはまっちゃうんですけどもね。そんな相談いっぱい来ますけども。あともう一つ、連帯罪ですね。誰かの罪をね。なんていうかな、こうどっちにしてもこうやってもらう、自分も引き受けるんですね。ひょっとしたら家族とかなんとか親しい人のそういうですね。ですから日本人は親子心中ですね、というなんかこう一緒に連帯してっていう考え方ですよね。聖書は、まあ、社会的にはいろいろあるんですよ。社会的にはいろいろあるんですけど、神様は一人一人の行いに応じて正しく裁くっていう、ここはっきり言ってます。私はこれ救いですね。なんかそんなね、ご先祖とかなんとか、自分一人だって大変なのに、そんなの追わされたりですね、巻き込まれたらたまったもんじゃないですよね。現実はそうだと思います。だけど神は、私の、罪を正しく知ってらっしゃる。あと、ま、複雑な、なんか一緒にやったとか何とかしても、やっぱりちゃんと分けて、神様は裁いてくださる。本当に神の裁きがあってよかったな。一緒くたにされちゃ困りますよね。いろんな意味で困る。神は
一人一人のその行いに応じて報いられますということは言っています。で、2番目下の、11節、神にはエコひいきがないからです。公約では偏り見ないって言葉になってるんですけどね、なんかエコひいきなんてなんかこう言葉使われるとなんか、ね、よくわかりますよね。私たちはどうも外の人には厳しい、身内には甘い。神様は、先民ユダヤ人には甘いけども異邦人には厳しい、全くない、全くないですね。まあ、もしあえて言うならば逆かもしれません。神様は身内の方が厳しいのかもしれませんね、あえて言うならですね。まあ、要は、まあ、これも言い過ぎかもしれませんが、ここにはエコひいきがない、裏口入学がない。いや、特別あんたはね、なんかそもそもこういう人だからね、最初からダメなのよと、ちょっとね、民族がとか家柄がとかね、いやいや、そもそもあなたはそういう性格だからとかね、なんかそういうのは全くない。本当に感謝だな。いわゆる公平な神様。で、この公平な神様が、この具体的に出ているのは、だったら、その律法を知っているユダヤ人と、律法を知らない異邦人の裁きっていうのがどうするんですかっていうことが、その後半出てくるわけでございます。とにかく、まあ、この話をこう、ここをぐっと深めると、また、まあ、いい学びもなるし、また時間がかかるので、礼拝の中ではちょっとこう、今日はしません、どこかでしたいと思いますけども、要はこの、律法を知っていても知らなくても、その律法を行うというね、そのことで神様はそのこう基準を持っていらっしゃるということを言いたいんですね。で、要は何を言いたかったかというと、神はエコひいきしないっていうことを、まあ、具体例で言っているのがこの後のことなんでございます。で、最後の言葉、今日のですね、2章の16節。ここをですね、中心聖句にしたいぐらいだった面があるんですね。私の福音によれば、神の裁きは、神がキリストイエスによって人々の隠れた言葉を裁かれるその日に行われるのです。というここなんです。裁きというときに、ここですね、私の福音によればってそもそも言ってますでしょ。神の裁きっていうのは、なんか恐ろしい怖い話であまり聞きたくないバッドニュースですよって言ってんじゃなくて、それも私のって言ってます。私、パウロ。パウロ先生自身が神の裁きというのを福音として、神様からの良い知らせとして私は信じてるんですよって言ってます。だって神の裁きで罪を犯したら公平に正しく一人一人ね、エコひいきなく裁かれるんでしょ。じゃあその神様も本当にですね、弁解できないって言葉がロマ書に出てきますよね。もう弁解なんかできない、ああもうダメです。もちろんもうダメなんですけどね。じゃあもうダメだっていうことが、じゃあ、神の福音なのか良い知らせなのか、まあそうなんだけども、その神の裁きは神がキリストイエスによってで、人々の隠れた事柄を裁かれるその日に行われるって、ここにキリストイエスが出てくるわけです。ここなんです。神様の裁きを、キリストがあって、キリストの裁きとともに受け入れてるから、その、神の福音、素晴らしい良い知らせ、ということになる。ここが大事なんです。ですから、この16節の言葉ですね、これはもっともっと私たちは、この知らなきゃいけない言葉の一つだと思って、私は思ってますね。世の宗教者、立派な方、またいろいろ人生を教えてくださる方、それはそれでよろしいんでございます。お釈迦さんからも、ソクラテスからも、孔子からも学んだらよろしいでしょう。でも、人間ですから、審判者ではありません。ましてや誰も審判者になれない。私もそうですよね。キリストは神
神であるから審判者になっちゃいます。審判、裁くという大元ですね、それは神ですね。だからキリストは神である。だから私たちは神であるということを信じている者は、この神の審判ということをキリストを、まあ、中心として見ている。裁きの場にキリストがいらっしゃる、そこなんです。もし裁きの神の裁きの場にですね、世の終わりの神の裁きの場にキリストがいらっしゃらなかったらどうしますか。私の場合は簡単ですね。もう地獄行きです。もう 100% 間違いなく。自分自身も心からそう思ってます。いやいやいや、そんなことありませんよ。そんななんか厳しいこと言わんでください、神様。いや、ちょっと、待ってね。私は言いません。だってそうなんだから。で、そのことを信じてるから、まあ、イエス様を信じてる。まあ、両面、両方あるんですけどね。でそのことが、まあ、具体的に書かれているんですね。でパウロ先生はキリストを信じている者が神の審判を信じているということをよく言ってるんです。この箇所でも言ってますよね。いろいろ引用箇所を挙げましたけども、また後で開いてみてください。一箇所だけ、第二テモテの4章8節、開ける方は開いていただく。これパウロ先生の最後の言葉、遺言でもある言葉ですよね。そしてパウロ先生は殉教し、自分が殉教するということも視野に入ってた。だから自分が死ぬ、殉教するということがもう分かってた。その時の最後の言葉なんですね。自分がこの走るべき行程を走り終えた、その後の言葉です。4章8節、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけではなく主の現れをしたい求めている人には誰でも授けてくださるんです。ここに正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいますでしょ。義の神よりを与えてくださる神はその正しい裁きをする神。当然そこにこのキリストがいらっしゃるわけですね。ってことは本来裁かれなければいけないものなんですね。だけどもキリストが私たちのためにその裁きを受けてくださった。私の裁きはもう終わってるですね。裁きを回避したのではなくて、裁きをごまかしたのではなく、裁きが執行されたからもう一回罪を蒸し返してお前やったぞっていうは言えないっていうことなんです。じゃああなたの裁きっていうのはどこで執行されたんですか。で、私は裁かれてません。いや、あなたのに代わりにキリストがその裁きを受けたんです。あなたの裁き、神はキリストにその神の裁きを執行ねしたんですっていう、そこです。そのことで私たちは神の審判、神の裁きを見ている。その前に私たちは立つということなんですね。その時にこのパウロは義の冠を、義ですよね、正しい冠、正しくないのにね、キリストの義、神の義ですね、神が与えてくださる義をその時授けてくださる。すごいことですね。ですから私たちはキリストの裁きというのは私たちを罪から救ってくださり、そして神様、キリストは私たちを正しく評価してくださる、評価してくださる。私は神様は愛していらっしゃる、この後愛があるんですけどもね、やっぱり正しくきちっと評価してくださるっていう面をクリスチャンはやっぱりもう少しきちっと理解した方がいいですね。私もそうです。どうももういい加減になる、だらしがなくなる傾向が私はあるんですよね。でも神様はね、きちっと正しく私を見てくださってる、ね、そして何か本当にきちっとねした時には神様はちゃんと分かってくださってる。人は分かんない面がありますよね。本当に、公平な審判者である神様、そして
このキリストが審判者であるということは、なんと私たちの人生を正しく導くことじゃないでしょうか。これがないと、もう本当に私たちはこの世のこととか、人の話とかね、いろんなこととか、いいの悪いのとかね、もう本当になんか、そもそもあなたはこんなことがあるとかね、もちろん参考になることももちろんあるんですけども、でもなんかそういうものにこう、もう振り回されちゃう人生、スパーッと一線ね、神の審判、キリストの審判、っていうのが私の人生をボーンと貫いているときにこうぶれないですね。で、2番目。なんか今日、じゃあ神様はそんな、ね、まあ、正しい、猫ひいきない、ね、ある意味ではきちっと罪集みとして裁く、そして必ず審判する神。でもその神の中に、今日の言葉、神の慈しみと忍耐と寛容がある。で、その時に、パウロは4節に、それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじるのですかって言ってますよね。知らないで軽んじるのか。軽んじるっていうのは、まあ、軽く見る、軽蔑する。まあ、一応知ってるけど、何それちょっとね、おっと、まあ、捨ててしまうっていうことを軽んじるっていうことですよね。なんでそんなことするのって訴えてるわけです。そうですよね。まあ、ちょっと、予的な言葉かもしれませんが、もったいない。そんなね、素晴らしいもの、なんで捨てるの？もうわからない。冗談じゃないよ。まあ、私で言えばですね。そういうふうにこう、訴えてる。罪を指摘する神がそのことを言ってるわけですね。それはどういうことかというと、私たちは本当にこう、罪が分かったときに、神の裁きが分かったときに、そこからの救いがある。まさにそこに神の愛があるわけです。その神の愛があなたを救う。そして罪を認めるならば、それと同時に同じように神の愛がわかる、神の救いがわかる。いや、どっちが先かっていうのは、論争しなくていいんですね。でも、やっぱり同時なんです。神の愛がわかるから罪がわかる。自分の罪がわかるから神の愛がわかる。人の経験からすると、先、どっちか先とあると思います。でも、両方ないと、何かっていうと、人間的な、フィーリング的な愛になっちゃうんです。それも自分の想像上、なんか自分がなんか、ほわーんと神様の愛ってこんな愛ってね、なんかそんなのも、なんか、オブラートで包んだような愛になっちゃうんですね。やっぱり壊れちゃう。やはり、神様に罪を示され、その時に神の愛が分かる。その神の愛っていうことは、それは三つありますよね。神の慈しみ。古語訳では慈愛。新教徒訳では憐れみであります。人の絶望のどん底まで届く愛でございます。とにかく、自分はもうダメだ。これで死ぬ。これでおしまい。何もかにももうこれで無理。自分からは何もできない。あとは死んで、滅んで、地獄に行くしかない。という、そういう状況。そういう状況に神はその人を愛して救ってくださるということなんです。ですからこれはどこにも希望がない、もう私は絶望なんだっていう状況まで、まあ、ある意味で追い込まれた時に、いや、自分はそこにいるっていう時に、ある意味では本当に神様の慈しみしかない。神の憐れみしかない。いや、憐れみしかないんじゃなくて、神の憐れみはすでにある。そういうものを神は愛してくださる。ということですね。これはイエス様の十字架の愛。全部イエス様の十字架の愛に行くんですけども、ちょっと開いていただきますと、愛か、
という箇所、旧約聖書ですね。今日はあの印象箇所が多くて申し訳ない気もするんですけど、開ける方は、3章の、21節、22節でございます。これは哀歌っていうのは、イスラエル民族が滅んでいくときに、その悲しみの歌なんですね。で、先民イスラエルが滅びるっていうのはどういうことかというと、罪を犯して、そして神様の警告、預言者とかの警告を聞かないで無視して、滅びるよって分かってて、そしてそれを無視して罪を犯して、そしてイスラエルの国が滅びて、そしてバビロンの国に連れて行かれるわけですよね、具体的に。戦争に負けて辛いっていうだけじゃなくて、どんなに自分が惨めかということなんです。で、惨めっていうのは、なんか自己憐憫の惨めさじゃなくて、神に見捨てられた。神様も私にね、もう目をかけてくれない。どうして？どうして？当然そういうことをしたからなんですよ。当然そういうことをしたから、もうそうなんだって思う。そうなんですよ。だけど、そこに神の憐れみがあるんですね。三章の19節から。私の苦しみとさすらいの思い出は苦い思いと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出して沈む。まあ、詩的な表現ですけどね。今私が申し上げた、もう生々しい絶望の現実があるわけです。で、21節。私はこれを心に思い返す。それゆえ私は言う。私は待ち望む主の恵みを。実に私たちは滅び失せなかった。主の憐れみは尽きないからだ。滅びて当然なのに滅び失せなかったのは主の憐れみが尽きないから。まさに今日の箇所、慈しみ深い神の豊かさ。慈しみがどん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 湧いてきて、もう尽きないってことですね。いや、これだけ、ここまで。これで慈しみ終わり。この範囲の中にいれば、まあいいけど、それ以上の人はもうダメっていうんじゃなくてね、その慈しみが尽きないわけです。神の憐れみ、神の慈しみがある。そのことを彼は、ただ、ここのね、哀歌の記者は、ただそのことを信じているだけですね。他に何もない。神の憐れみを信じるだけ。2番目。神の忍耐です。長い間待ってくださっている。本来であれば、罪の裁きが執行されて当然なのにもかかわらず、ある正義感のある人は言うでしょう。神様ほっとくんですか？あの人抜け抜けと悪いことやってるよ。あなたが聖なる正しい神であるならば、義なる神であるならば、あの人どうしてね、裁かないんですか、滅ばさないんですか。いい迷惑ですよ。人のことは言えます。いや、そこまでね、変なこと社会的には私もしてないつもりですけども。でも、そうですよね。そう言われるようなことがあれば、本来、滅びて当然なのに、神の裁きを受けて当然なのに、神様は忍耐してくださっている。じゃあ、その忍耐って何のために？それは私たちは悔い改めることを待っておられる。第2ペテロ3章9節でね。主はある人が遅いと、ある人たちが、遅いと思っているように、約束したことを遅くしているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるんです。誰も滅びることなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんです。ということですね。神様の審判が現実まだない。それは悔い改めることを待ち望んでいる。で、私たちもですね、私たちの人生の中で神様の裁きがないんですね。まあ注意、警告はあると思います。でも本当にですね、裁きがないっていうのは、やっぱり私たちが悔い改めることを待ち望んでいらっしゃる。神の忍耐がある。よく神様は忍耐してくださったなと私は思いますね。信仰生活に入った後もそうですね。神様は忍耐してくださってるな。あとは神の寛容です。
寛容というのは広い心ですね。ユダヤ人もギリシャ人も異邦人もどんな人にもということですね。寛容、神の寛容、広さであります。ということは、広いということは私にまで届いたということであります。ということは、私まで届いたということは他の人にも届く、どんな人にも届く神なんですね。このことがエペソ人への手紙の3章の17節か19節に、皆さん賛美の間になってますよね。神様の愛の広さ、高さ、長さ、深さね。この言葉がエペソの3章17から19ですね。信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださるように、くださいますように。そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方は、すべての生徒たちとともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどんなものであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。そのようにして神の満ち溢れる豊かさにまであなた方が満たされますようにってことですね。このことは有名な言葉でご存知だと思うんですね。今日の言葉と通じるんです、ね、この今日の中心聖句と。神の慈しみの豊かさ、そしてその慈しみと寛容と忍耐と寛容のですね、こう、まあ、豊かさ、キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さ、その中にあなたがいる、この中にいるんですね。この外に出るってことできませんよね。はい。で、これは全部、このイエス様の十字架と復活にこう、つながっていくわけですね。単にボワーンとしたなんかこう、フィーリング的な神の愛じゃなくて、それがイエス様の十字架復活の救いにこう、結びついていくということになるわけでして、で、そのことを、軽んじていいんでしょうか、軽く見ていいんでしょうか、それをちょっとないがしろにして、なんかね、ちょっとこう、ね、捨てちゃっていいんでしょうか、どうしてそんなことするんでしょうか、でそれをするのがあるならば、もう頑なな心になっちゃいますよってことなんですよね。次のね、5節。じゃあ、軽んじたとしてはどうなのかというと、あなたは頑なで悔い改めない心がないために、神の正しい裁きが現れる御怒りの日の怒りを自分のために蓄えていますと、ここになるんです。神様の愛を軽んじるときに、人の心は頑なになる。頑なな心ほど厄介なものはありません。私は信仰生活の中で一番の危機ってここだと思ってます。自分の心が頑なる。頑な心になる。それは、まあ、人に対してもそうですけど、神様の前に固くなる心になるですね。心が固くなる。で、どうして心が固くなるかというと、この愛を軽んじてるからですね。この愛を知ろうとしない。この愛の、ね、そういうこう、中に、本当にこう飛び込んでいく。この愛の中に、神様の愛の中にもう浸り込んでいくってことをしないので、心が固くなる。で、私もやっぱり、心かたくなになる危険性もあるし、そうなる状態にある時もあるかもしれません。でも、どんなにガチガチに心がかたくなっても、神様の愛はその心を溶かすことができる。私は北海道出身でございます。氷点下でガチガチになった心、氷、どんなに硬い氷でも、硬いですよね。熱湯かけたら絶対溶けます。水道とかですね、あと塔とかね、コールとかあるんですね。今はまあ、建物が良くなってあまりなくなりましたけど、私の小さい頃、その時に、タオルをかけてね、まあ、ネットまで来ませんけど、お湯をかけて、氷溶けますよね。ですから、どんなに寒くても、ネットをかければ溶けるってことを知ってるわけです。ということは、そのネットっていうのは、神様の愛です。だから自分がどんなに心が固くだなって思うたとしても、いや、思うのは幸いでしょう。その時にやっぱり神の愛がその自分の固くな心を溶かしてくださる。で、神の愛が溶かされるということはどういうことかという、具体的に言うと悔い改めに導かれるということなんです。悔い改めっていうのは、
罪を理解して、で、方向転換しようということですよね。方向転換することを悔い改めって言いますから。単に罪を暴露したり、まあ罪をね、なんかこう、いうこと。もちろんそれも含まれますけど、でも、そうしたとしてもね、方向転換しなかったら意味ないですよね。その方向転換する、神様の方に方向転換する心も与えてください。悔い改めに導かれる。神の愛が私たちを悔い改めに導く。ダビデも自分があの恐ろしい、人妻と姦淫をし、そして部下を殺人した。もうとんでもない罪ですよね。恐ろしい罪です。それも神を知り、イスラエルの王である者がそうしてしまった。その罪を悔い改めた。そして悔い改めることができたということは、なんと幸いなことかと、詩編32編、また詩編51編で告白しています。そして51編の、後半にこういう言葉があります。プリントに書いてますが、主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを告げさせます。誠に私が備えても、あなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕けた霊、打たれた、砕かれた心、神よ、あなたはそれを、かろしめられません。侮られませんということですね。ごめんなさい。蔑まれません。失礼しました。まあ、同じ意味ですね。まさに軽く見ないってことですね。神様は私たちは本当に自分の罪に砕かれて、そして本当にこう、砕かれた心。その心を神様は軽く見ない。ある先生が言ってました。神様は悔い改めのようにいる、まさにその私たちの口元にこうね、耳を当てて、そして聞いてくださる神だ。上からね、少しは分かったか上から目線でなんか神様、ね、聞いてるんじゃなくて、本当に私たち、神様、本当に私の罪を許してくださいってね、そのお祈りっていうのは、本当にこう、本当にその耳元でね、こうこう聞いてくださる神だ。それが神様がね、私たちの悔い改めのように聞いてくださることだと、私は本当にそう思うんですね。で、その時にそのような心、そのような言葉を神様が与えてくださるということでございます。ここに悔い改めに導く神様がいらっしゃいます。神の裁きを知り、罪を認めることは幸いなことです。そして今日の中心聖句は、神の慈しみと忍耐と寛容の豊かさがある。その神を信じて、真心から悔い改めることができることは、なんと幸いなことか。ということでございます。お祈りいたします。神様、罪悪論の中に光り輝く言葉、そして私たちはこのお言葉、それとも神の慈しみ、豊かさがあなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容との富を軽んじるのですかという神様の本当に切なる訴えの言葉、パウロの言葉を聞くことができてありがとうございます。私たちもこの言葉を受け止めて、そして神様の本当に豊かなご愛を知り、そしてイエス様の十字架と復活の御救いを知り、そして本当に心からその固くなな心を柔らかしていただき、そしてあなたの前に悔い改めの思いを与え、祈りを与えて、そしてあなたに導かれて歩むことができますことを本当に感謝いたします。神はすべてをご存知であります。そして神様は私のすべてを理解して分かって、そしてあなたの御前に立つことができることを感謝します。キリストのゆえに、イエス様のゆえに、神様の審判の前に立つことが許されていることを本当に感謝します。ただただ神様の慈しみ、そして、忍耐寛容のゆえに感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。176番を